お立ちできる方お立ちください。力あるもののこらよ、主に帰せよ、栄光と力と主に帰せよ、主の栄光主に帰せよ、聖なるものをつけて主に入れ伏せ、主の声は水の上にあり、栄光の神は雷鳴を響かせる、主は大水の上にいます、主の声は力強く、主の声は威厳がある、主の声は杉の清い木咲く、まことに主はでもなく杉の木も打ち砕く、主はそれらを手押のように跳ねさせる、レバノンと知るよう愛ヤグのように、主の声は日の炎を煌めかせる、主の声は荒野を揺すぐり、主はカデシの荒野を揺すぐられる、主の声は目近に麦の苦しみをさせ、大森林を裸にする、その宮で全てのものが栄光と言う、主は大海の海に乱り疲れた、誠に主はと教える、ご自身のために力を与えられる、主は平安をもってご自身の民を祝福される。立ちはだかる主の前で、主の言葉を解き放て、剣となって主の言葉は全ての敵を打ち破る、しっかりと立ち恐れるな、主の救いを今見よう、海は別れ主の奇跡が今あなたの前に現れる、しっかりと立ち恐れるな、主の救いを今見よう、海は別れ主の奇跡が今あなたの前に現れる。
慌てることはないと主はおっしゃいます。私の言葉に立ち、私の言葉に信頼し、それを行っていきなさい。あなたは言葉を通しての私の技を見よう。この東京アドベント教会におけるこの中心的なメッシ、ユダヤ人大イスラエル伝道というのが、この仕分けユダヤ人の方々の実質的に関わりが開かれるということを通して、さらにこれから具体的な実現へと向かって神の手が動くと主が言われます。このことにおいて信仰を持って祈り進めていきなさいと主が言われます。さらに示すところに従って進む中で、私の計画と技が開かれていくと主が言われます。このしかしながら今世紀におけるこのイスラエルの立場というのが今後どういうこの状況に置かれていくかということは、この正しい情報のもとにこの必要な主が与えられる情報を捉えて、このポイントをついてイスラエルのために取り出していく必要があると主が言われます。引くことなく進んでいきなさい。特にこのユダヤ人大イスラエル伝道を推し進めると同時に世界宣教がこの進んでいくので、この主が語られている大宣教命令に従って主の語られることを忠実に成していきなさいと主が言います。永遠に向かって遥かなる確かなる目指すべき世界に向かって、一歩一歩神様と共に歩み続けてゆこう。いつだってどんな時も神様の言葉があるから、一歩一歩神様と共に進んでゆこう。時には立ち止まったり、時には先が見えなく、何でも神の言葉がある。感謝して賛美して神様の言葉を信じて、ずっとずっと神様と共に歩んでゆこう。天の様、予言の言葉ありがとうございます。特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神の神が豊かに語り導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。